お嬢さんこれから帰国しますよ。その前に最後の寿司立ち寿司、うん、何だろう。早いね。うん。次に食べます。幸せ。今回のランチ。おかずの方が美味しいね。少し食べたね。ホタテは見てる。あ、札幌来たよね。札幌暮らしてる。北海道だけだね。まあでもビールと海鮮はよく通風になるよね。あんまりそういうことしない方がいいね。ウニとビール。まあでも久しぶりだね。こんななんか美味しいビールなんだろう。あと何ビールわかる、うん。高いね。芝居がね。カード150円とかで買えるものだけどね。なんか中国ではあまり飲めない美味しさがあるわ。